はい、というわけで、本日もね、25日日曜日夜10時を回りました。ドロロ TV すすきの YouTuber たまさまとうーちゃんです。はい、いろいろ考えながらやったらすごい出だし悪かったな。出だし悪いマジで悪いわ。やっぱりちゃんとあれしないとダメだね。すごく今ボリュームちょっと途中で上げましたけども大丈夫ですか。はい、まあそんな感じでやっていきたいと思いますけどね。はいはい、本日はね、前回のラジオから1ヶ月1ヶ月経ちましたね。はい、1ヶ月経ったところで、まあ、どうですか、反響は。反響はなんか面白かったよっていう。あ、本当ですか。はい、なんか反応もいただいたりとかしてるので、まあ、僕らのなんか予想よりは良かったんじゃないかなそうですね、これ音声入ってるんですかね。音声が入ってる。あ、入ってますか。入ってます。大丈夫ですか。入ってると思います。入ってると思いますもうね、フェーダーは動いてる。動いてます。はい、はい、ごめんなさい、ですね、ちょっと機材トラブルですはい、ということでですね、1ヶ月経ちましたよ。うん、ね、あっという間だね。あっという間でしたね。いやね、うん、ほんとね、うん、どうしよう、今月ラジオと思いましょうちょっとギリギリしたね、すべてが。いや、あのね、なんで、なんと台本かけなかったんだよねなんかね、まあちょっといろいろね、余裕持ちながらやろうっていうことで、はい、そうですね、はい。僕ちょっとね、この2月はね、ほんと寒かったから、うん、めっちゃ寒いなーっていう中で、ついに風邪をひいてしまいました、ね、はい、まあ、もう大体治りかけなんですけど、はい、まだひいてます？若干まだ鼻水が出る。若干、はい、まあまあ大丈夫ですけど、まあとりあえずこの時期ってやっぱりね、飲食店の、まあ、年末年始はやっぱりインフルエンザとか流行るんで、そっちじゃなくてよかったなっていう気はします。いや、僕も実は風邪をひきました、はい前回のラジオから結構長い間風邪をひいておりました。そうだね、長かった。やっと、ただね、ただ聞いてください、うん、この僕多分ね、きっとね、ラジオのね、あれでね、きっと、うん、調子を合わせてきたんだと思うんですけど、うん、風邪さんが思った以上に、うん、治りが3日前に治って。3日前、3日前、違う、2日前か。2日前に治って、最近ですね、なんか、そう、ほんと最近なんですよね。いや、もうほんとね、今の風邪はね、結構、インフルじゃなくてもなんか熱が上がる、はい、風邪が多くて。あー、今回ね、風邪的にね、熱は上がんなかったんですよ。ただね、いかんせん、ラジオ大丈夫かなって思うくらい喉がやばかった。ほんとに、びっくりするぐらい喉がね。だから、最近もう一回謝罪をし始めた。そうだった。あー、ね、謝罪をし始めて思ったんですけど、うん、全然声出ない。わかる。全然声出ないし、喉の調子が悪すぎて、車の奥に負けてる。走行音に負けちゃってるんです。やばめにやっていただいて、俺もなんかね、なんだらかんたらしてやってないからね、ちょっと話を聞いて、まあ、毎日1本ぐらいやれるようにならないかな。そうですね、はい、だからちょっとまあ、3月は発表することもあると思うんで。いや、きっと発表はできると思うんです、うん、ただ発表できない、まだね、まだできてないやつもあるんで、うん、そちらの方はね、皆さんにね、楽しんでいただければ嬉しいなと思うんですけど。そうですね、まあいい意味での発表がね。いや、本当に、はい、まあ本当に見つけてよかったこれはね、本当にね、びっくりですよ、うん、きっとびっくりな情報です。そうですね、きっとびっくりな情報なのと、うん、ちょこちょこまた最近、いろんなお店さんのね、うん、サイトを紹介し始めたので、はい、きっと上がってくる動画もまた新規で。そうですね、今7店舗で8動画上がってるけど、なんかその昔のやつもね、前のチャンネルのやつも、まあ、混じってるんですけど、まあ今月も2本、ね、2店舗、そう、そうですね、2店舗ですね、2店舗ね、はい、撮影したんで、あとは僕の編集時間次第です1本目上がります。もうそろそろ1本目、そうです、来週中にはあります。まあ、ちょっと皆さんね、楽しんで見ていただければ嬉しいなと思うんですけども、ね、楽しい、ね、やっぱりそうだね、なんかもっとすすきのにこんな店あるんだってところいろいろね、紹介していきたいんで、うん、なんかやってますけど、はい、で、なんか来月も1本取れるっていうか、じゃないかな、1本、2本かな、2本取れるかもしれない。そうですね、はい、うん、そっちはなんか、両方食べ物屋なんですけど、うん、はい、なんか、取れて面白い風にできればいいなと思ってますね。また食レポが出るんですね、はい、そうですね、クレポね、ほんとね、たまさまね、はい、食べた後の顔がね、ひどいものがありますね。
なんかね、その、毎回毎回言うんですよ、眉間にシワ寄せないでって。ほんと食べた後に眉間が寄るの。なんかどちらかというと、美味しいもの。なんだかどうぞ。もうね、そのなんたか銅山って言われたのは俺の三木銅山しか浮かばない。全然銅山じゃないから、ね、なんか山の字しか出ないから。そう、美味しい、美味しんぼ、美味しんぼよりもできればクッキングパパになるでしょ。こういう感じ、ね、そう、もうね、ラジオでは本当に伝わらないね、この顔、ね、YouTube の方で見ていただければね、ぜひ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 見ていただければ嬉しいんですけども、そうそうそう、 YouTube の方でも見るというこのネタを残してあれだなとは思うんですけど、こいつら何やってんだろうみたいな。それはあるかもしれない、うん、確かに、あのね、顔芸もね、うん、ラジオはね、伝わんないけど、うん、動画で残りますから。そう、僕の場合顔芸っていうか顔が芸みたいな。またホラーか。そういうことを言うから、そういうことを言うから、ホモホモ TV って言われるんですよ。もちろんネタ釣りをしたから。いや、ほんと自ら言うみたいな。自ら僕も最近言っちゃいそうになりましたけど。そういうことね、ほんとにちょっと最近恐怖してることがある。最近ね、ほんとじゃないの、怖いんだよね。ほんとに言われるから。いや、ほんとね、ほんと言わしまっていいですか。はい、ほんと、僕の場合は女好きでございますからね。僕の場合はじゃないです。僕も女の人が好きです。でもブーちゃんほら、味方によってはあいそうだなみたいな。どういうどういうことそれ。俺二丁目感、二丁目感が半端ないやつ。ということで、ということで、本日ドルナマラジオ初めてのゲストさんが今日はいらっしゃるので、やった。もうね、もう本当にこれからも仲良くしていただきたい。はい、そうですね。現場でございます。はい。はい。PS 放送局のパックンが登場です。いやーね、本当にね、久々に僕らと絡んでもらえるっていうのすっごい嬉しいです。ね、あの罰ゲーム動画から、罰ゲームあのゲーム動画から、あの罰ゲームじゃないですよ、ゲーム動画から始まってね、そうそう、本当にあの罰ゲームね、画期的だと思った。その時からね、あの絡んでいただいて、そうだな、はい、ということで、まあね、ヤッホー元気。もう、うんって、うんって、うんってね、この顎が、顎がキュンってこう、恥ずかしいのかどうかちょっと、まだあるから、全然あの、ね、はい、あの、顎がね、完全にパックにはね、あの、アントニオ猪木さんですね。はい、はい、そういう感じです。はい、なかなかね、面白い動画もいっぱいあるんですけど、はい、はい、そちらの方も聞いていければ、ね、はい、詳しく、はい、この後、やっていきたいと思います。はい、はい、で、今日は、その中から、質問、はい、メッセージはい、はい、それからですね、はい、2月のトークテーマ、みんなのバレンタインはっていう、もう一回言いますね、みんなのバレンタインはっていうね、トークテーマもお待ちしております。はい、どんなネタでもね、まあ構わないので、はい、はい、こんなことがありましたとか、他人のね、ここ面白いエピソードで、そうですね、僕のクラスのやつがこんな目に遭いましたとか、ね、ありそうだな、めっちゃありそう、そうそう、あれ、いろいろ楽しんでいこうかなと思います。はい、はい、で、こちらですね、今日はもう一つコーナーで、あの寿司の中心で丸々を叫べるもパックと一緒に、まあ、10時半頃ですかね、やっていこうと思います。そうですね、はい、はい、ということで、はい、アドレスを紹介したいと思います。アドレスはドルナマラジオ @yahoo.co.jp、 ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO、 ドルナマラジオのスペルは、DORUNAMARADIO です。この放送は後日 YouTube にてね、さっきも話しましたけどね、はい、動画で、配信にもなりますので、そちらの方にね、見ていただければ。それからですね、はい、このニコ生での配信ではないんですけども、うん、はい、YouTube の方でですね、はい、プラスでおまけ配信していこうと思っておりますので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、それでは11時までですね、はい、23時まで、はい、はい、ドルナマラジオよろしくお願いします。お願いします。はい、早いな。ちょっと早かったな。もうちょっとゆっくりに待ってますか。いや、そのちょうどいい、はい、あげます。はい、というわけで生放送でお送りします、ドルナマラジオ。はい、本日のゲストはこちらの方です。皆さん、こんばんは。動画投稿遅れでね、逆ギレすると有名のPS 放送局のパックでーす。イエーイ、
い、いらっしゃいませー。いやいや、お久しぶりです、ね、お久しぶりでございます、本当に、 どうですか、あの罰ゲームの後は。いやー、罰ゲームの後は本当にもう顎が1週間しゃくれていやそれのしゃくれだったのね、さっきね、しゃくれてしまってですね、米も噛めない噛み合わせが合わないといやー、てんやわんやでしたよ。いやそうですね、あれね、ほんと痛かった。いや痛かったですね。なんか全部顔面なくなったかなみたいなあれみたいな、顔面なくなった俺のみたいなね。しかもね、しかもうちらは罰ゲームでやりましたけど、一人放送終了後に眠いって言ったからやらされたって人もいる。本当に本当ね、あれは反則だと思うんですなんだこの巻き添えはみたいなね、なんかよくこう痛み分けですよ、本当になんだなんだと思ってね。それはそれで、ということで、はい、BS 放送局のパク君ですが、はいはい、多分知らない方もいらっしゃると思います。そうですね、はいはい、どこでまず活動してますか。はい、私はですね、北海道札幌を拠点にですね、はい、メンバー今4人ぐらいですかね、はい、で、活動して、楽しく日記感覚でね、動画を撮らせていただいております。まあまあいいですね、それはね、日常系ですね、したら完全に、ね、そうですね、まあなんか思い出作りみたいな感じですね、はい、ビデオブログみたいな感じですね、はい、そうですね、はい、いや、いいですね、なんかこう、仲いい感はすごく出てるから見ててなんか楽しいなと思って、メンバーちょいちょい違うしね。はい、そうなんですね、はい、なんかでも、あの、一人やっても嫌いじゃないですけど、ね、一人部屋でなんだかんだだみたいなやってるのも、いや、意外とその方が楽かもしれない結構なんか女の子が多いのかなと思って。そうですね、いや、なんですかね、なんかもうどんどん友達が周りから減ってくんですよねどういうことそれ。いやそういうの嫌われちゃうタイプですか。嫌われてるんですかねなんか変なこと始めたぞみたいなあいつネットでなんか始めたぞみたいなまあまあ、こういうのはちょっとなんか好きな人とね、あれ分かりますからね、まあ、いやでもイケメンだからさ、あまあね、イケメンだからやっぱり女子受けはやっぱりいいと思うの。あ、それについてのエピソードね、バイトのエピソードありますからね。あちゃんと見てるそうなんだ。何ですか何ですか、そのバイトのエピソードって。あげい、ここで話しちゃいますあ、後でもいいですけど。いや、はい、まあ、後々じゃ後々じゃ後々じゃ、はい、ということでさっきからちょっと話はしてますが、パックくんですけども、YouTube の方で、ね、うん、活動しております。ニコニコの方では活動はして、いや最近始めましたね。お、最近始めた。はい、最近始めました。知らなかったそれはですね、僕らも知らないやつですね。いやー、まず周り言ってないですメンバーにも言ってないです言ってないんだあ、一人で完全に始めた感じ。いや、あのですね、うん、またここで、うん、また別のメンバーと今おやってまして。いや、いつものメンバーではない。いつものメンバーじゃないんですね。へー、僕のですね、小学校の頃にですね、大親友がいるんですよ、うんうん、その親友と、うんうん、まあ、共にゲームをやってるんですね。実はゲームっていうのは、それはあれですか、デジタルですか。そうですね、デジタルのゲームで、あの、PS3 とか PS4、 あの、新しいところで PS4 とか新しいところもやりつつ、うん、レトロゲームもやりつつ、ほう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 、そうですね、やはり最近始めました。完全にゲーム配信なんですね。そうです、最近完全にもうゲームオンリーです。なんかこれといって今これをやってますみたいなゲームってありますか。そうですね、今週の月曜日ですね、うん、月曜日に動画を、最新のやつを上げさせてもらいまして、うん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 、またこれまたすごい古いゲームをやってまして、ほう、まあ、64のですね、はい、大乱闘スマッシュブラザーをやってるんですねスマブラザーってやつね。いやー、流行った、うんうん、本当に流行ったあれは、うん、いやー、これが本当に面白くてですね、いまだに本当にね、あのゲームはね、面白いよね。面白いいつやっても面白いと思う。いつやっても面白いんですよ。たまさん、あのスマブラなんかキャラ、これはなんだっけな、これっていうのはなんか1回だけやったことあって、あれが4人同時ぐらいに戦えるんで、はい、なんか、ま、前って多分なんか横スクロールっていうか、なんか録音の時は、うん、録音の時もなんか多分結構立体的に見せるタイプ。うんうんうん、この間あの僕が知ってるゲームバーのクランさんのところで
なんか予定を出されて、うん、今こんな感じで動くんだみたいな今じゃないけどね、しかもえ、キャラクター何使ってました？なんか特に決めてなかったから覚えてないなあの、うちはゲーム機がない家だったから。あー、俺初めてちゃんと買ったゲーム機はもうプレイステーションあ、だいぶ新しめねそれまではとりあえずメンコとメンコベーゴマとかベーゴマとかケンタマとかね、あーそういう感じで、ここまで昭和なのよ竹馬がめっちゃ速いぜみたいな、町内でめっちゃ有名になるみたいな。でもね、竹馬とあのスプリングミョンミョンってやつは、うん、あったんだ。小学生低学年ぐらいまでこうそういうの速くボヨンボヨンやりました。あんまりね、竹馬ってうちらの世代に関しては多分見たことない。ない人が多いと思う。いやでもうち小学校竹馬ありますよ。へぇ、ちょっと小学校でね、なんか置いてるとこもね。竹馬は木だった、竹だった。いやなんか鉄の、あ、プラスチックのやつでしょ。プラスチックのやつ。あ、わかるわかる。もう竹ではなかったですね。あれだよね、あのちょっと物干しだみたいなやつ、ね、物干しだみたいなやつそうそう、うちらの世代の時の竹馬は完全になんかね、壊れない感じ。ああ、両部のね。そうで、ステップもなんかプラスチックで、そうですね、へぇあれね、強くバンって踏むとね、壊れるの。ああ、そうそうです壊れるね。そうそうそう、で、高さ変えれるんだよ。高さ変えるそんないい時代上手くないからなあと一輪車が入ったかな。ああ、なんか一輪車上手そう。あ、一輪車、これね、一輪車ってさ、できるんですか。そうなんですか。そう、なんかね、ちょっと飛んだりとか、あとなんかこう、席とかこう話してみるやつに、そのビーって何？ビーって何？いや、ちょっと立ち込みみたいな。ああ、椅子持ってこうやって持ち上がって、うん、あーとか、あ、そういうことですか。椅子がビーって伸びたのかと。すげえなそれ。もう近くのね、そうそう、走行中ふわっと伸ばせる。シャンってね。だからあの、ただもうそれでなんか近くの、まあ今その時コンビニとかないからなんとか商店みたいなところにジャンプ買いに行って。ジャンプを読みならこう帰るみたいな。ちょっと危険今ね、歩きスマホやめましょうよ。ある意味歩きスマホ嫌なことをしましたね。うち歩き一輪車やめよ。歩いてねえ歩いてねえ歩いてない歩いてねえもっと悪い、すごい悪いよね。ということで、一旦ここで切りまして、次、はい、ですね、コーナーをやっていきたいと。コーナーじゃないね、次はあのトークテーマだね。2月のトークテーマを踏まえて喋っていきたいと思います。はい、今月のトークですが、とりあえずはあれ、あのね、台本をさっき読み合わせしたでしょもうどこまで行ったら分からなくなった。だからチェックしてきなさいって言ってるの本当に。ここですよ、ここ。はい。おじいちゃん、さっき言ったでしょ。ということで、次も、はい、はい、さっきも言いましたけどもね、はい、トークテーマのことについて話していきたいと思います。うん、では、一旦、マイクをミュートにします。